99% 解決お悩み相談とつまちの名簿ですけど。あ、すみません。はい。うん、ちょっと、相談というか、はいはいはい、ちょっとお尋ねしたいことがあって。お尋ねを。うん。私、うん、ちょっともう、今地方に住んでるんですけど。はい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 。もう仕事とか全部してて、東京出ようかなと思ってて。東京出ようかなと思ってて。で、やるかよ。そうです。でも、うん、なんていうのかな。うん。全く東京って修学旅行で一回行ったことがあるのと、もう一回ちょっと行ったぐらいだから、うん、ほとんどわかんなくて、うんうんうん、で、住みやすさとか、うん、なんだろう、こう、交通アクセス的に、どういうところに住めばいいかなって思ってるんですよね。うん、ちなみに、なんで東京に行きたい？なんて言うのかな。もう地方にいて、もう完全に、もうその、うん、今いるところにはちょっともう入れないなって感じ。なんかあったの？それは。ですね。うん。シングルマザーしてたんですけど、はい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 、なんか、娘と普通に喧嘩してて、うん、喧嘩して、で、なんかその、うん、もう、小学校3年生の娘だったんですけどね。うん、で、なんか、もう出てけやっつって、口喧嘩してたんですよ。うん、3年生とは？うん、そう。ガチガチやるね。うん。で、うん、そしたら、実家にいて、うん、したら、実家に行ったら、うん、なんかその、うちの娘が帰らないって言い出して、うん、そしたら、なんかもうその、なんだろう、帰らないって言って、そしたらうちの親がマジで本気で取って、うん、養子縁組するって言って、うん、っていう状態。いや、っていう状態じゃなくて、いや、それなんとか引き止めないといけないやつじゃないの。引き止めたけど、もう弁護士立てられたりなんだりして、もうこっちももう疲れ切っちゃって。いやいや、疲れ切っちゃってじゃ結構大変じゃん、それ。そうだったんですよね。だからもう、でも、その地方にいる状態だったら、結局、なんだろう、こう遊びに行ったりするのに、なんだろう、鉢合わせたりする、うん、そういうのが嫌だ。あ、まあだからもう簡単に言ったら、うん、まあ、子供を捨てたというよりは子供に捨てられちゃって、うん、でそれでそのまま地元にいるのも知り合いとこたくさんいるし嫌だから一度自分をもう完全にリセットしたいってことが、うん、そういうことです。あー、いやでもそうだよ、実質捨ててるってことになるよ、それは。子供を、うん、捨ててることになるのは分かってるけど、うん、会いたくもないしみたいな感じで本人が言ってるらしい。いや子供がそういう風に言ってるってこと？そう。その喧嘩した時もぶん殴ったりとかしたの？じゃあしてない、してないです。もう普通に口で言い合いしてみたいな。多々あったの？そういう喧嘩って。そう一回の喧嘩ってこと？ずっといろいろちょこちょこいろいろ注意してたのが積み重なってバンってなって大喧嘩した感じです。うん、なるほどね。積み重なって喧嘩してってことか。そうです、はい。でそれ全部言った通りだったら俺は、はい、別に東京に行こうが、そこに住もうが別にどうでもいいと思うんだよ。はい。そう。だって子供が嫌がってんのに、なんか無理やり連れてくるのどうかと思うもん。それなら。私も。そっちの方が虐待だと思うけど、俺も。無理やり、なんかその、引っ張ろうとしたけど、うん、やっぱり自走とかから止められました。止めるでしょ、それは。うん、うん、うん。なんかその親が迎えに行ってたりするから、一回校門の前で待ってて、引っ張って帰ろうかなと思って、自走ともちょっと話もしてたんで、で、自走の方かだとかとそういう話もしたけど、うんうんうん、でもやっぱりそれは止められた。うん、もう自走も入ってて、自走もちゃんと動いてるってことでしょ？それって、あなたに結構問題あるんじゃないの？でも自走は、ほぼもう民事不介入って感じで、うん、もう親が弁護士立てた状態でした。うん、何がそんなに嫌だっつってんの？多分しょっちゅう怒られてる。怒られてる。怒ってたんですよ。なんか子供からしたらもうずーっと年がら年中怒られてて、もうそんな環境にいたくないみたいな感じだったってことでしょ？多分そうですね。うん。で、それは自覚あんの？あります、はい。だってもう、散らかしても片付けないとかそういうのばっかりだったんで、もう宿題はしないとかそういうのばっかりだったんで、もう注意はしょっちゅうしてたのは確かです。うん。だからその注意が、なんか普通に注意してるつもりかもしれないけど、ちょっと客観的に見たら度が過ぎてたからその自走とかしっかり絡んできてんじゃないの？その可能…あ、それで
親が返さないって言い出したから、その児相に相談した状態。うん、親が返さないって言ったから児相に相談した。あなたが相談したってこと？そう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 、最初は私が相談したんですよ。うん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 。その、注意して、うん、その、だから喧嘩して実家にやって、そしたら帰りたくないって言ってるから返さないってうちの親が言い出して、うん、で、その児相の方に、なんか返さないって言われてるんですけど、帰ってきてほしいんですけどっていう風な話を、最初、児相に相談をした状態。うん、でも、結局、その、ま、いろいろこじ、その民事不介入とかなんとかで、いろいろこじれたりなんだりして、うん、結局もう、親が引き取って養子縁組するっていうので、話が収まった状態。うん、ああ、なるほどね。いやー、でも逆、その暴力的ではないんでしょ？はないですね、うん、はい。じゃあ、それはもうしょうがないで、もう自分の中では住んでるんでしょ？もうどうしても何が何でも引き取りたいみたいな、もう一度一緒に生活したいっていう気持ちもないんでしょ？それは確かにありはするんですけど、うん、いや、もう離れて1ヶ月経ってるし、うん、その1ヶ月経ったところ、1ヶ月経って結局、うん、なんて言えばいいのかな、その気持ちが戻ってくるのかとか、うん、その前みたいになんかあった時にすぐに、うん、その言えるのか、うん、その辺が、うん、なんかいや、なんか今さ、いろいろなんか話してるけど、1ヶ月で吹っ切れたにしか聞こえないのよ。吹っ切れた、吹っ切れてない、吹っ切れてない。いや、そういう風に聞こえるよ、今の話の流れを全部1から10まで聞いてると。いや、もう私も だいぶもう落ちてるんで、うんうんうん、落ちてて、ずっともう、うん、どうにかキープしてる状態だから、うん、全然落ちてはいない、落ちてはいるんですよ。うんうんうん、本当だったら私も引き取りたいし、うん、ただもう弁護士とかもう親との争いとかももう嫌なので、もういい加減。親とは散々争ってきたから。多分今の環境がもうめんどくさいんでしょ。正直めんどくさい部分はあります。うん、うん、うんうん。親のせいでちょっともう病気になった部分もあったりするんで。うん、なるほどね。そうか。まあ、それ、まあ、そう、今全部言ってることが本当だったら、もうしゃあないからね。もう。はい。そう。だったら、別に東京に来るのはいいんだけど、うん。東京来ても何も変わんないと思うよ。一人で、うん。誰も知らない土地でリセットしたいなって思ったんですよね。そう。多分ね、リセットできないんだよ、そういう人って。はい。そう。多分また同じように、はい。なんとなく恋愛して、なんとなく子供作って、同じようなことする可能性があるよ。あ、結婚はもうする気ないですね。うん。うん。でも結婚はする気ないけど、セックスはするでしょ？しないですよ。何しないですよって、なんで断言できんの？する気ないですもん。いや、する気ないじゃなくて、する気なくても流れでしちゃうものがセックスだから。うんうん。うん。絶対するんだよ。そんなの、うんうん、ね、東京でリセットされたら、ね、また気持ちも変わるわけじゃん、うんうん、何のためにリセットするかって気持ちも変えたいからじゃん、うん、だからこっち行ってちゃんと気持ちが変わったらしないですよが、うん、またするかもしれないわけじゃん、でしたらまた同じことをする可能性があるから、うん、結局何も変わんないと思う、その東京に来ても。来たら来たで、うん、なんだろう、どこがいいですかねっていう相談だったよね、うんうん、どこがいいって別になんかどこでもいいのよ。その何をしたいかだから、その東京に来て何をしたいかだから、リセットするんだったら別にどこでもいいから。うん。うん。いや、なんかこう、電車とかその辺がいっぱいあるから、うん。なんかそのアクセス的なもんとか、その辺でちょっと私もよくわからなかったから、うん、ちょっとお話しさせていただいた感じ。だからアクセス的なことを考えたら、別に池袋でもいいし、新宿でもいいし、その、うんうん、なんだろう。渋谷でもいいし、その付近に住めば全然立地はいいわけじゃん。うんうんうん、うん、うん。なんかもう誰もが知ってるような都市に住めば。うんうん、うん。あとは、家賃いくら払えるかとか、うん、で、東京でいくら稼げるかっていうので全部普通に出てくると思うけど。ああ、うん、そうですね。わ、うん、かりました。仕事は何すんの？事務系でつこうかなと思ってます。うん。貯金いくらあんの？貯金は、子供の学資保険かけてた分とかの返礼金とか、その辺で元々の貯金が多分それも全部解約して、自分の生活にするんします。はい、自分の生活費として使うんだ。はい。ああ、なるほどね。でも、はい、子供がさ、なんか施設とか行ったりして、なんかその子供のために何かしてあげようとかはないってこと？子供施設だってうちの両親がやるから。うんうんうん。いや、そこだけは私にやらしてとか、そういう気持ちも一切ないってこと？
縁切る関わるなって言われました。いや関わるなっつっても自分のねあれ娘だっけ息子だっけ娘です。娘じゃん。それぐらいはしてあげた方がいいんじゃない、はい、自分が好きにするんだから。いやでももう娘も好きにするからいいんじゃないですか。だって、うん、正直な話、うん、その去年とかも娘不登校なって、うんうんうん、4月に引っ越してるんですよ。うん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 。それでこういう結果になったりしてるんだから。はい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 、はい。でもその環境を作り上げたのってあなたじゃないですか。そう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 です。それはそうですけどね。そこに責任感じたら、はいね、最低限のことしてあげようみたいな、できることしてあげようってなるのが、まあなんか親なんじゃないかなとか思うんだけど。いや、もう、父になんか縁は切るし、その、なんていうのかな、うん、遺産とか、なんか例えば誰か亡くなった時とかに、こう全、はいはいはい、なんか全員のなんかそのあれがないと通帳とか開けれないじゃないですか。おう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 。そういうのも外すようになんかするとかなんとか言われたから、うん、一切関わるなって言われました。ああなるほどね。じゃあ、まあ、東京にしろまあ関東来たりするのはもう確定してるんだ自分の中で。あとはどの場所に住むかっていうところでしょ。そうですね。それは本当に、はい、別におすすめはない。別になんか目標があったりとかしたら。はい、おすすめあるんだけど、リセットしたいだったら別にどこでもリセットできるから。はい、でも、セックスはしてもいいけど、絶対お前子供作んなよ、マジで。うん、それは分かってます。ああはい、お前はね、絶対子供育てちゃいけない人間だから。これ以上被害者を増やさない。子供作れない。薬的に？あ、病人なの？あ、病人です。うん。それ何病？ね、双極性障害って分かります？うん、あ、分かんねえ。簡単に言ったらどんな感じで？そう、うつ病。あ、うつなんだ、うん。はい。そうなんだ。お前も親にお世話になった方がいいんじゃないの？それだったら。いや、違います。だからそれを、うん、だからその原因作ったのが親。親。うん。親のせいで全部なった。うん。そうなんだ。で、あなたの子供がそうなって、なんか家庭環境が悪くなったのも全部親だよね。あなたのせいでなってるわけじゃん。それは、その、うん、私が長女で、なんかその、下二人はうまくいったから、うん、なんかその、娘もうまくいくっていうふうに、うちの親は思ってる。ああ。自分が悪いところって一個もないよね。でも、その感じだとね。悪いところ？そう。だから結局、悪い環境作ったの親じゃん。あなたの親じゃん。悪い環境作ったの。そうですね、ああはい。だから、でそれで、じゃあ悪い環境作られて、まあ、病気になりました。はい。でそれで自分の娘が不登校になったりした原因 もう根本は、ね、あなたのお母さんとかお父さんがいけないってことだよね。不登校になった原因は友達トラブルです。うん、友達トラブルで、だから、うん、友達トラブルで、娘の友達トラブルで、うん、フリースクールやったりしてました。なるほど。でもやれること全部やったけども、はい、全部尽くしたけども結局、はい、お父さんとお母さんのところがいい、あなたのお父さんとお母さんのところがいいって言って家出しちゃったわけだよね。はい、はい、そう。あなたは何も悪くないよね。まあちょっと注意しすぎた部分もあるかなっていうふうには思いますね。オッケー、わかった。ね、だからリセットできればいいね。はい、ありがとうございます。じゃあ頑張ってくださいね。はい、ありがとうございました。すいません、はい、失礼いたします。何言っても無駄だな、これは。やばい。